阪神 FA 大山祐介の去就に藤川監督が「手出し無用」宣言「監督が口出す時代じゃない見守るだけで十分球団の説得失敗か」で「えこれで本当に引き止められるの驚きの交渉打ち幕も明らかに」「日本野球界に新たな波紋を呼ぶ大山祐介内野手29の FA 権行使 NPB は14日今季 FA 権を行使した選手を公示し区名がその権利を行使する中で阪神打線の核ともいえる大山の動向が注目を集めている他球団との交渉解禁が間近に迫りすでに巨人広島西武などが獲得に積極的な姿勢を見せているとの情報も飛び交うこの争奪戦表向きは静かでありながらも 内側では熾烈な駆け引きが展開されているのは間違いないだろう阪神球団は現在大山の残留を第一義に掲げ移流に向けた準備を粛々と進めている模様だ噂では4年総額16億円規模の契約が用意されているとも伝えられるこの大山中心の編成方針は藤川監督とフロント陣の間で一致を見ており 球団としても全力を尽くす構えだそんな中注目されたのは藤川監督の対応だ球団本部長である島村氏は大山の引き止め交渉に監督自らが乗り出すのかという質問に対し明快にこう答えている契約の問題はフロントの責務監督も残ってほしいと伝えている それが全てだ役割分担を守るべきだと考えている藤川監督もこれに呼応するように笑みを交えながら次のように語った FA で手を挙げた選手に監督がコメントするなんて多分タイガースくらいじゃないですか笑監督が直接関与することはないしそれが選手のためだと考えています過去のエピソードを振り返ると FA 交渉の場における監督の直接出馬は、まるでドラマのような出来事だった。1996年、西部の清原和弘をめぐる阪神と巨人の争奪戦では、巨人、長島茂雄監督が、私の胸に飛び込んで来いと熱烈な言葉で引き寄せたのに対し、阪神、吉田義雄監督は、縦島のユニフォームを横島に変える覚悟と表現するなど、 独特の熱量があったさらに2002年オフに広島から金本智明を獲得した際には阪神の星野千一監督が「お前は俺と一緒に歩むべきだ」と言い放ちまさに男気あふれる交渉を展開しただがそのような物語的な交渉スタイルはもはや過去のものとなりつつある。 選手の自主性と尊厳が尊重される時代において監督が前面に立つ手法はむしろ時代遅れとさえ感じられるのだ藤川監督自身も現役時代に FA 権を行使して阪神から MLB のカブスへ移籍した経験を持つその経験からか選手が自らの権利を行使することの意義を深く理解しているようだ大山のコメントを読みましたが 彼もいろいろと悩みがある中での決断だと思います。今はそっと見守るのが一番いい。選手の尊厳を保つことが何より大切だと考えています。この言葉には、選手を軽々しく引き止めるべきではないという哲学が込められている。選手にとって最良の決断を尊重し、それを支える姿勢が、現代の監督としての在り方を体現していると言えるだろう。 1993年に NPB で導入された FA 制度も気がつけば30年以上が経過した。この間、選手の移籍や交渉の自由が少しずつ進展し、現在では移籍をめぐるやりとりも成熟期を迎えつつある。阪神に魅力がないから移籍するのか、お金だけが目的なのか、そんな問いかけはもはや時代錯誤とも言える。 選手が自らのキャリアを真剣に考え、新たな挑戦を求めることは、スポーツ選手としての自然な姿だろう。これからも、選手個々の決断を尊重しつつ、ファンもそれを楽しむ心構えを持つべき時代が来ているのかもしれない。大山雄介が選ぶ道がどのようなものであれ、その未来が輝かしいものであることを願ってやまない。 ファンの反応一昔前の阪神なら FA しても他球団が手を挙げる選手なんてほとんどいなかったそれが今ではこれだけ注目される選手がいるなんて本当にすごいことだと思う大山選手の残留を願う一方でもし彼が移籍することになった場合に期待を寄せる声も少なくない 出場機会に恵まれなかった選手が新たに活躍する可能性もあるそれも楽しみにしたい内角の球をうまくすくい上げてホームランにするあの格変は最近すっかり見られなくなったこうした技術的な指摘もありつつ東京ドームを本拠地とした場合の適性を語る声も外角球をライト方向に打ち返す技術はあるが 浜風に阻まれることが多い東京ドームならホームランが増えるだろうが果たして巨人を選ぶのか見守るしかないメジャーリーグのように FA で他球団に移籍することがもっと当たり前になってほしい日本では FA 移籍を裏切りと捉える風潮に疑問を呈する声も根強い 権利を行使するためには、長い時間一軍で活躍しなければならない。それだけの努力の証を批判するのではなく、そっと見守るべきだ。藤川監督への信頼と遺跡の行方への予測。監督一年目の藤川さんにとって、大山がいるかいないかはチーム作りに大きな影響を与えるはず。本音では、残ってほしい、と思っているだろう。 それでも藤川監督の広い視野に敬意を払う声が多い。FA 制度をしっかりと理解し、誠実に向き合っているのが伝わる。また、大山選手の思考に触れる意見も。個人的には巨人にはいかないと思う。でも在京志向があるようにも感じるから、西武やロッテが手を挙げるなら一籍の可能性もあるだろう。佐藤輝明は、 その期待に応えるべく、さらにパワーアップを続け。観客やチーム関係者を喜ばせる存在であり続けるだろう。その成長から目が離せない。ファンの反応。ここ数年、この時期に代表に呼ばれるなんて本当にタイミングが悪かったよね。でも来年はさ。 アイブラック兄弟と右京のトリオでがっつり打線を引っ張ってくれることを期待してるよ。飛距離はさ、とりあえずフェンス越えれば OK じゃない。無理に場外弾とか 160M 狙う必要ないと思うんだよね。それよりも三振を減らして打率をしっかり上げてほしい。だって、どんなに豪快なホームランでも1点は1点だからね。とにかく、 この秋を、実りの秋、にしてほしいよね。課題に真剣に向き合ってさ、来シーズンは一年間フルでどっしりとクリーンナップを任せられる存在になってほしい。期待してるよ。佐藤輝明、打撃進化で驚愕の咲くえ16本。阪神藤川監督もあぜん、彼の方向性は間違いない。藤川球児監督は14日。 佐藤輝明内野手25歳の打撃成長に太鼓判を押した高知で行われた周期キャンプの最終クール2日目ランチ特打に臨んだ佐藤は47スイング中16本の柵越えを記録快音を連発し監修を魅了したこの様子を目の当たりにした指揮官は彼の手応えを直接言葉で伝えさらなる成長への期待を込めた 今期プロ入り後最低の16本塁打に終わった悔しさを胸に佐藤は大幅な飛躍を誓っている力強い打撃を誇る背番号8の里藤はファンのみならず監督からも熱い視線を一身に受けたその打球はフェンスを次々と越えキャンプ地に集まった観客を歓声に包んだ急スイング目ではセンター後方に大きなアーチを描き 続くスイングでは3連発を達成その姿に藤川監督も思わずほほ笑み調子はよさそうだなとちょっとに声をかけた打撃刑事の背後からその様子をじっと見守っていた藤川監督は「佐藤の取り組みが形になりつつあるのを確信したようだったこれからが楽しみだ」と内心の抱擁を隠さない表情が印象的だった プロ4年目の秋佐藤は進化を求めて新たな挑戦に取り組んでいる新任の小屋の打撃チーフコーチの指導のもと最大限のパワー発揮をテーマに掲げすり足を取り入れた新しいフォームに挑戦さらに広角打法も試みながら自らの限界を突破するための試行錯誤を続けている藤川監督は佐藤の努力を高く評価しながら 彼が進むべき方向性はしっかりと理解しています感覚を大切にしながら日々成長しているならそれが一番だと語った選手自身の手応えを尊重しつつ今後のさらなる飛躍に期待を寄せている今季両リーグ最多の23失策という課題を抱えていた佐藤しかし キャンプを通じてその守備力にも進歩の兆しが見え始めたノック練習でのスローイングが安定しコーチ陣の尽力も相まって課題克服への手応えを感じているという佐藤自身もバッティングだけでなく守備や走塁でも良い練習ができていると感じますと充実した表情で語り周期キャンプの実りを実感している様子だ 来季だけでなく、阪神の手法として長期的にチームを支えるために、藤川監督は重要なアドバイスを送った。今の調子が良いからといって、来年もそれで満足してはいけない。これを現役生活が終わるその日まで繰り返し続けること。それこそがプロ野球選手の使命だと、厳しくも温かい言葉を送った。